ルナツキーはソ連の鉱物学者にして地球科学者。ウクライナ人。ウクライナ科学アカデミーの創立者。彼のノーアスフィアの考え方はロシア宇宙論に重要な役割を果たした。1926年の有名な著書ザ・バイオスフィアで生命が地球を形成する地質学的力であるという仮説に1885年にエドワルト・ジュースが提唱した。 生物圏という用語を誤って使い、それを広めた。彼はまた、地球科学、生物地球科学、放射年代測定などといった、新しい学問分野の創設者でもある。1943年に、スターリン賞を受賞する。ベルナツキーは1885年、サンクトペテルブルク大学を卒業。ロシアの最後の鉱物学者が1887年に、死に、 土壌学者、バシーリー・ドクチャイフや、地質学者、アレクセイ・パブロフが鉱物学を教えていたということもあり、ベルナツキーは、鉱物学の道を歩むことを決心した。1888年6月20日、彼はスイスから、妻ナターシャ宛に次のような手紙を出している。答えるべき疑問も持たず、計画もなく、単に事実を収集するだけでは、面白くない。しかし、 地球上では様々な場所、様々な時点で化学反応が起きている。個々の化学反応がなぜ起きたのかはわかっているとしても、全体として地球が何らかの点の摂理によって変化しつつあると考えることもできる。私はそれを追求することで、化学元素の複雑性やそれらの発生の規則性を発見できるのではないかと考えている学位論文のテーマを決めようとしていた頃、 彼は結晶学者のアルカンジェロスカッキの教えを請うためにナポリを訪ねた。しかしスカッキはすでに高齢で盲録していたためベルナツキーはドイツに向かい鉱物学者のポールハインリッヒ・フォングロートを訪ねた。そこで彼は結晶の光学特性、熱特性、弾性、自性、電気的特性を研究する最新式機械の使い方を学び同時に結晶化の研究者 ゾンケの研究室も使わせてもらった。ベルナツキーはまずノーアスフィアの概念を一般化し、生物圏の考え方を今日科学会で知られているような意味に拡大し深めた。生物圏という用語は、オーストリアの地質学者、エドアルト・ジュースの造語であり、ベルナツキーは1911年に彼と会っている。ベルナツキーの地球発達の仮説では、ノーアスフィアは地球発達過程の 第三大会であり、それ以前にジオスフィアと生物圏バイオスフィアがあった。生命の出現がジオスフィアからの転換をもたらし、人間の認識の出現が生物圏からノーアスフィアへの転換をもたらした。彼の理論では、生命と認識の原理は地球の進化の基本的特徴であり、地球には最初からその方がが潜んでいたとされる。これとは、 対照的にチャールズ・ダーウィンの自然選択説では個々の種に注目し全体を包含する原理があるとは考えない。ベルナツキーの考え方は西側では広く受け入れられたとは言えない。しかし彼は大気中の酸素、窒素二酸化炭素が生物活動によって生まれたことを認識した最初の科学者の一人であった。1920年代彼は生命体が 他のどんな物理的力とも同じように惑星を変貌させる力を持っていることを数々の論文などで主張した。ベルナツキーはそういった意味で環境科学の科学的基礎を築いた人物の一人と言える。立憲民主党の中央委員でもあり、1917年の第三次臨時政府において文部次官となったこともある。その後、九百十八年、ベルナツキーは キエフに、ウクライナ科学アカデミーを創設し、初代代表となった。そして、クリミアのタブリダ大学と連携した。ロシア内戦の時、彼は若く優秀な人々を集め、それが、後のユーラシア主義運動となった。モスクワとクリミアのタブリダ国立大学には、彼の名を冠した通りがある。1930年代後半から1940年代前半、ベルナツキーは、 ソ連の原子爆弾プロジェクトの初期の相談役を務めた。彼は原子エネルギーの利用を主張し、ソ連のウラン埋蔵量の調査、核分裂反応の研究などを自身のウラニウム研究所で行った。しかし、プロジェクト半ばで彼は死去した。ベルナツキーの息子ケオルギー・ベルナツキーは、アメリカ合衆国に亡命し、中世ロシアの歴史、中世ウクライナの歴史、 現代ロシア史などの本をいくつも出版した。ありがとうございます。